どうも、西山孝太郎です。前回はブランドの発表といろんなサンプルを皆さんにも見ていただきました。どうでしたか？かわいいよね、かわいいよね。これもう本当にもう離れられません。今僕 もうずっともう身にまとっておりますけれども、今日は何をするかと言いますと、こちらのペンペとピンピを生み出してくださったイラストレーターのまこもさんに、なんと特別に、お越しくださいまして、お話を聞いていきたいと思います。それではご紹介しましょう。まこもさんです。どうも、まこもです。よろしくお願いします。今日は大阪から来てくださったということで。はい、わざわざ。いいんですよ、いいです。わざわざなんです。わざわざ来てくださって本当にありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。今回まずこの企画自体そうですけど、ご一緒できると思ってませんでしたし、こうやって番組でお話しさせていただけるとも思ってなかったので、あんまりこうやってないですよね、顔出しで。まあ、そんなに有名でもないので、出る機会ない。そんなことないですよ、はい、全然そんなことないです。街中だったりとか商品だったりとかも結構あのイラスト描かれたりしてますもんね。なんかあのペットボトル、あ、そうですね、今ちょうど出たての、はい、サントリーの優しい麦茶っていうやつ、小さいペンギンがいるんですけど、はい、それのキャラクターとか描いたりとかしてますね。あと電車とかもそうですよね。そうですね、 JR 西日本なんですけど、なんかマナーの広告をもう4年ぐらいやってますかね、うん、だからその僕も遠征で向こう行った時とかに、あって見つけたりとかして、すごい、いや東日本もなんないかなみたいな、ね、すごい思ってます本当に。お願いしますお願いします僕は、初めてまこもさんの作品に出会ったのが、もしかしたら10年ぐらい前とかに、京都に旅行に行った時にとある本屋さんでまこもさんの作品を見つけて、そこで、え、何これみたいな衝撃だったんですよね、はい、で、あ、ちょっと気になると思って、その SNS だったりとかホームページとかだったりとかをチェックさせてもらってて、はいはい、で東京で個展展示をやられるということで、はい、それにもちょっと行かせてもらったりとか。その時会えなかったんですよね。そうなんですよね。なんかスタッフの方がいらっしゃって、今日だけちょっといないんだよねみたいなことがあって、はい、であと他にもあの猫ちゃんをこう手でギュッてこう握ってるみたいな T シャツとかもうゲットしたりとか、あ、本当ですか、はい、あと冊子だったりとかもゲットしたりとか。ありがとうございますなんかもう恐縮です。ただのファンです本当に恐縮です。あと今日お持ちいただいてるものが、あ、今ちょっとその見てもらったやつかなと思うんですけど、そう、これ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 ですね。あの持ってる持ってるやつ、面白絵本っていうシリーズなんですけど、あった、これ僕これがめちゃくちゃ好きなんです。あ、本当ですか。ハムをもらった、これ激アツですね、大好きで。犬も出てくるし、出てきますよね出てくるし、もうこれみんな優しい話です。見てもらいたいな、なんかこの紙の質感もまたいいんですよね。そうですね、うん、裏写りするぐらいの薄い紙でやってます絶対見てほしい、これ本当にもう心が洗われるし、はい、なんかあのすごくあのこの日常、もうひしめき合ってる日常にこういった癒しがあると本当に嬉しいんですよね。ありがとうございます。で先ほどイラストレーターさんとご紹介しちゃったんですけれども、はい、実はあのそのお名前の横には面白メーカーって、あのイラストレーターって基本的にはなんか最後の最後に頼まれるというか、あのこういうもの最後書いてくださいみたいなことを言われるんですけど、なんかもうちょっと前段階から関われたら面白いこと提案できるのになっていうのがあって、なんか依頼もらったら何か面白くしようというスタンスで絵を描いてるんですけど、企画段階から参加させてくれっていう思いを込めて、他誰も言ってないですけど僕だけですけど、面白メーカーを使っているのは、はい、へえ、これも企画段階から一応お話は一緒にできましたもんね。そうですね、うんうん、はい、こうやってお話を受けてくださったこともまず驚いたんですけども、はい、最初のなんか経緯といいますか、
あの高らかのさんからメールが来たんですけど、はい、で今度新しい西山さんと何かやるから、はい、イラスト描いてくれませんか、その西山さんの強い希望ですみたいなあのことが書いてあったんですよね、はい、そんなにアニメも 見はしますけど、そこまで詳しくもないから、失礼ながら西山さんのことも存じ上げてなくて、いやもうそんなそんな、もういいんです、いいんです、全然です本当、はい、その後こう必死に調べて、うんうん、どんな人かな、調べてくださったんですか、調べました、必死にどんネイルとかしてるのかとか、あ、そうなんですよ、ちょうど藤井隆さんのインタビューが出たぐらいの時だったから、はいはいはい、わあすごい熱い人だなと思いつつ、面白そうだなと思ったので、今回のこのペンペとピンキというキャラクターは、僕が、まあ、その犬が好きだからっていうこのブランドコンセプトをまずお伝えしたら、はい、まずマコモさんにこのキャラクターたちがどういう風な性格をしてますかっていうお話をいただいて、はい、確かに性格とかそういうのをしっかり決めてなかったんですよね最初は、うん、だからハッとして、はい、確かにそういうのを決めたいなと思って、でそこから作っていって、はい、一応ね一匹ずつペンペとピンピに性格とかがあるんですけれども、まあ、おいおいこれは話していけたらいいなとは思うんですけれども、はい、そのキャラクターだったりとかの作る上で必要なことって、あ、こんなにあるんだなっていうのをすごく実感しました。あ、うん、ペンペとピンピっていう名前も若者さんがつけてくださったじゃないですか。そうですね、何もオーダーとかなかったんですけど、もう勝手に書いた、ね、ラフに勝手に書いて確認してもらった感じですよね。そしたらもうこれってなりました、採用になって間違いなくもうこれってペンペとピンピしかないってなりましたね、はい、で僕の一番最初のオーダーが、はい、犬には2タイプがあって、うん、垂れてる耳の犬と耳が立ってるタイプの立ち耳の犬があるから、はい、その2匹の話をイラストにしたいということでお願いしたと思うんですけれども、いざ絵を描くってなった時にどういったことをこう考えながら描かれたんですかね。まずはあんまりその普段垂れ耳の犬を描いたことがなかったんですよ、そんなに数回ぐらい立ってる耳の犬ばっかり普段描いてたので、あ、面白いなと思ってやり始めたんですけど、基本僕の絵ってなんかシンプルなんですよ。シンプルだからいろんなパターンがそんな作れないんですよ。目はこの形で、鼻はこの形で、口はこの形みたいな、はい、まあ、組み合わせてキャラクターを作っていくんですけど、マコモ節ですよね、それが、まあ、誰でも描ける、そんなことないです、まあ、誰でも描ける絵だと思います。ないないないです、ね、思いつきはしないと思いますけどね、うん、実際はその目の位置とかこう鼻の位置とか無限にあるんですけど、そんなこと言い出したらもう泥沼にはまっていくので、なんかこう一つイラストを描くのってどれぐらい時間かかるものなんですか。考える時間がとりあえずかかるんですよね。そうですよね、うん、このペンペとピンピは何算でしたか、それともすぐ出てきましたか。結構何算、ごめんなさい、どうしようかな、全然難産でした。あ、難産でしたか。今すごい考える間がめちゃくちゃあったように思ったんですけど、そう、そう言った方がいいみたいな感じ、ね、それもありますね。博物館。もう考えに考え抜いて。そうですそうです。結構ふわっとしたオーダーだったじゃないですか。そうですね。うん、で最初はなんかブチがいいみたいな話も最初ちょっとだけ出てて、一番最初は模様がついてた方がいいかなと思ってたんですけど、はいはい、そう最初それ言われた時は本当にブチとか言い出したらもう模様なんてもういくらでもあるしこれ考えるの大変だなと思ってたところに、やっぱりもうなんか白ベースでみたいな話して、はい、で耳だけね色がちょっと違うっていう話で、としても耳の色とかも指定してくれたら楽だなと思ったんですけど、まあすみません、まあ、とりあえず適当なこの対比とペンペとピンピで対比できるような色で、はい、まあ、優しい色味で不自然じゃない感じねっていう感じで提案させてもらった、はい、で、まあ、じゃあ完成にもでも考えてから含めると、まあ、それでも1ヶ月ぐらいですかね。
それだけっていう感じでもなかったとか、ちょうど個展前だったとかもあって、はいはい、それで1ヶ月ぐらいかかりましたかね。マコモさん的にお気に入りのポイントって出来上がってみてありますか？シンプルにシンプルにと思ってて、表情もそんなにつけてないんです、はい、今回の分に関しては。だからなんかその何とも言えない感じには出来上がったかなっていう感じなんですよ。何とも言えないんですよ。特にこのこのピンピ、はい、特にピンピ何とも言えないですよね。そうですね、そのなんかあのパッと見の顔的には垂れ耳っぽい顔というか。そうなんですよ。だけど耳が立ってるっていう感じにはしましたね。今回6体ぐらい、そうですね、6頭ね、はい、ラフで出させてもらって、そこから2匹ちょっと選ばせてもらって、でも他も可愛かったですよ、めちゃくちゃ。いやだからこれもし展開していけるのであれば、その子たちも出したいななんていう思いはあります。ああ、はい、うん、そうですよね。アニメの話なんかあの僕さっき聞いたんですけど、あの妄想物語なんです。なんかできたらいいななんていうふうに思って、そういうのがね出てもいいかもしれないですよね。マコモさん的にはアニメとかなっても大丈夫だったりしますか？あの大丈夫です。アニメーターさんとかが動かしてくれるのが一番ありがたいですけどいやめちゃくちゃ嬉しいです、はい、そういうふうにあの原作者の方が言ってくださるのが。いやなんか動けたらいいですね。ね、なったらいいなって思います。実はもうグッズのサンプルが出来上がっておりまして、はい、もう見たら分かると思うんですけれども、はい、ちらちら見えてました、はい、ちょっとマコモさんにもぜひ間近で見てもらいたいなと思います、はい、こちらになります。いかがですか、ね、すごいですね。気になるのとか特に気になるとかありますか？どれか帽子とかすごい、これあれですね、刺繍なんですね。そうなんですよ、細かい柄が出てて、うん、いいじゃないですか。いや嬉しい。うわぴったりめちゃくちゃ似合います。不審な感じ。そんなことないですよでもちょっとそうかもしれない。そうです、ちょっとそうかもしれないけど、いやこれがもうペンペとピンピがいてくれるから、もうとにかく可愛いですね。まさか被ってくださると。ありがとうございます。何でもします、何でもします。あとはこのもちもちのポーチだったりとか。本当もちもちですね。これ何入れます、マコモさんだったら。まああの絵描いてるってね、あの鉛筆とかいいですね、入れて筆記用具だったり、筆記用具的なものを入れたりするのがいいですかね。こういうのだとなんかジャカジャカ音も鳴りにくいから。ああ、そうなんですね。なんかあのいいかもしれないですね。そうですね、持ち運びにも、うん、こうカバンからこうパッて出したら可愛いじゃないですか。可愛い、それ何ってなりますもん。なりますよね、うん、それ何、まあ、まあなりって。であのね、このね、改めてなんですけど、このピンピのこの背中、はい、とこの膝がすごい好きなんですよね、特に。あ、そうですね、ちょっとね、まあ、犬だけど猫背っぽ気味に立ち姿はそうしてますよ、ね、めちゃくちゃ可愛いんだよな、これが。いやこれもすごくいいですよね。いいですよね、なんかインパクトもあって、インパクトもあって地色もなんかベージュというか、う、ね、ブラウンベージュというか、こうやってかけて本当、それで、ね、スーパー銭湯とか、あ、それこそ健康ランドに、ね、いや、それですね、これ持って健康ランド行ってもらいたいですね。そうですよね、これ全国の健康ランドのちょっと置いてくんないかな健康ランドに、健康ランドをちょっと待ってます、マジで待ってます。そしてですね、この健康ランドのグッズが明日の19時から受注開始となります。ついにでございます。商品の紹介動画も出ていますので、気になる方ぜひチェックしてください。まだまだお話伺いたいんですけれども、今日は時間の関係でここまでということで、ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたか？いや、あのね、ミーティングの時もオンラインだけだったので、こうやってお会いして話すことができてすごい良かったなと思います。グッズもなんかすごいいい出来で、皆さんが来てるの、ね、街とかで見たいなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんですけど、はい、ちょっとアニメーションとかちょっと改めてマジで作りたいんですけど。はい、全然やりますけど。いいですか、はい、いいですか、はい、やりたい。
なんか本当健康ランド今後ともぜひ真子さんとご一緒に何か作れたらいいなと思ってますんで、はい、お力貸してくれると幸いでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ということで健康ランドいよいよ6月23日19時から受注開始となります。ぜひチェックしてください。こちらのチャンネルの登録とそれから高評価ぜひともよろしくお願いします。というわけで本日は真子さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。